スボルです。グレモルです。というわけで今日はこちら浜岡カントリーに来ました。はい、ということで、僕初めて浜岡カントリー来たんですけど、今日はグランパートの山下メロエさんがフットゴルフ大会を開催するということで、ちょっとこちらの方に参加したいなと思います。ソロでの参加も可能だったんですけど、まあできればね人数欲しいなっていうことだったんで、この2人で頑張ってみようかなという感じでございます。しかもなんか特賞で高級メロンがもうもらえそうな感じがあるんで、ちょっと本気で頑張ってみようかなと。いただきます。いただきフットゴルフ両方ともプレイしたことがないんで、まず未知数なところではあるんですけど、楽しむことが一番だと思うので、楽しみつついろいろやっていきたいなと思います。絶賛筋肉痛です。これねガンマ戦の翌日なんですよ。お互い疲れてるところはあるんですけど、元気です。サポーター元気ですやっぱ元気元気です。元気 OK まだちょっと時間あるんですけど、中入ってみましょうか。よし行きましょう。せーの。はい、ということで見てよこれ、やばくない。今からねカートで移動するんですよ。ほらこれゴーカート。ゴーカート、マジカート、マジカートお願いします。すごい、これが本物のカートですよ。おお、うわうまっ。このホールがウィースポーツリゾートの第一ホールメインに行って俺ゴルフなんてウィースポーツリゾートしかやったことない。やべえ、今分かっちゃったことが嫌だウィースポーツリゾートなら俺最高マイナス9なんですよ。ワンチャンいける。どこ行った？あ、いいんじゃない？飛んでない感じ。ラフでもね。え？ラフ。髪じゃん。大体一緒のところ。いやすげえ蹴り行け。まあ、傾斜って結構きついこれ。じゃあ行きましょう、2打目。おおおおおおお。まあいいんじゃない？いいんじゃね。いや、まあ、マジで蹴りづらいこれ。やばい。やばいぜ。ほら。オビ結構行ったやん。まあ飛びはした。オッケー、飛びはしました。あ、これはなんか、おお、ぶねえ。あ、ぶねえ。あそこ行ったね。今さ、超えてやろうと思った。あはは。多分ゴールキックのような蹴り方だと、この風がちょっと強いからあんま飛ばなくなっちゃうんですよ。だから結構スマートな感じで直線で蹴った方がいい気がする。ほら全然飛ばないもんね。来ちゃうと上げちゃダメだこれ。あ、止まった。あそこです。よかったよかった。高さ4度目。ラファ行ったよ。ラファ行ったよ。
ナイスショー、ナイスショー。これ、ほら。これはナイスショーじゃない？結構いったよ。すげえ飛んだ。これ一発で変わっちゃうな、選曲が。ナイスショー。どうやって進むんで、いや、いいこの調子ならいいんじゃない、メロン狙えるじゃん。タイさん、6打目6打目よし、マジこれでバンカー入れたら最高っすよ。一本あったんで。おおおおおお、どこどこどこ行った、どこ行った。おおおお、ナイスショー。あそこ入った、あそこ入った。ナイスショー、ナイスショー、ナイスショー。砂遊び？砂遊び。だからバンカーだと助走なしで切り上げないといけないから。トコロフのルールでは。いやマジか。これ結構あるんですよ。まだ。やばいよ。1メートルぐらいはね、これ差があるから。ガチでや、いい？チップチップチップ。トーキックの方がいいかな。わかんない。トーキック。そう。まあまあ。あ。あ、いいとこじゃん。狙えなくはないかな。で、高橋さんが7、これいけるじゃん。来た。あはははマジかよ。これ意外とここにむずいのかもしんない。いや、もうこれは決めれる。スーパー。やった。おお。いや、やばいでしょこれ。9打目？9打目。やば。いや、もうこれは決めれる。これはこれで終わる。これで終わるからね。あ、入りました。9打目。オッケー。いやー、最後で。最後はやばいだろ、マジで。ラスト。あー、来た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 。